2023年の女子プロゴルフが動き出した。すでに米女子ツアーは開幕し、過去に年間の優勝者だけが出場できる初戦のヒルト。グランドバケーションズトーナメント。オブ・チャンピオンズでは、日本人選手3人がプレー結果は畑岡の佐5位。佐藤優香6位。フルエアヤカ18位だった。今月23日からは、 同ツアー今期第2戦の本田日本女子プロゴルフ協会タイランドが開催される。この3人に加え、さっきから、米ツアーを主戦場にしている支部のひな子。さらには主催者推薦で、はたちふた姉妹の岩井明ら、岩井戦里が出場予定。昨年8月、日本人として37年ぶりに全米女子アマチュア選手権を制した馬場先もエントリーしている。 昨年12月の米ツアー最終予選会を5位で突破した勝南は、3月23日初日の第4戦、ドライブ、温泉主権からのツアー参戦となる。理由は、国内ツアーで3試合の出場を優先したためだ。開幕戦の大金王キットレディスに、続く第2戦の明治安田生命レディスは、所属先の冠無理大会、 第3戦の T ポイント ×ENEOS は地元鹿児島での開催だ。会場の鹿児島港を巻きクリエイティブコモンズはジュニア時代の練習拠点で、ファンや関係者も勝ちのプレーを楽しみにしている。大会後はすぐに渡米し、試合に臨む慌ただしさ。そのまま、母親のグミさんと二人だけでの転戦となるが、国内女子ゴルフ関係者の間では、 彼女なら早い段階で優勝し、きっと世界を驚かせるといった声が高まっている。理由は勝ちの心は座帯だ。まずは体だが、コロナ禍をきっかけに2020年から取り組み始めた週3回のトレーニングで、優れたフィジカルを手にした。2017年のプロデビュー当時から比べると、明らかに体つきが変わり、ショットが力強くなった。 ドライビングディスタンスは242、94ヤードから253.21ヤードにアップ。約11ヤードだが、2連覇を達成した昨年の日本女子オープン最終日では、17番パー4でアゲインストの中、約260ヤードのドライバーショットを放った。そして、第2打を7番アイアンデピン横にメートルにつけ、 勝利を決定づけるバーディーを奪った。他の選手が第2打をウッドやユーティリティで打つ状況で、全体のパーオン率は18.8525%、勝ちのパワーが際立ったシーンだった。メンタルも強い。好不調はあるものの、ひどく落ち込むことがなく、切り替えが早い。プロテスト後からメンタルトレーニングを受け始め、ボギーの後に、 バーディーを得らなければという焦りがなくなり今この時間をどれだけ楽しめるかと考えられるようになったという練習ラウンドでも試合でもアプローチがうまくいかない場合は考えすぎず次はここに打たなければいいと思えるだからこそ勝ちはオーバーパーを打った翌日に60代前半のビッグスコアをマークできるのだ技に関しては 修正能力が際立っている。選手の入れ替わりの激しい国内ツアーでは、コーチへの依存度が大きく、自己修正ができないプロも少なくない。しかし、勝ちはプロテスト合格前からコーチをつけず、練習の積み重ねでスキルアップしており、自分の感覚が全て、だからこそ、ラウンド中にも思い切ったことができる。やはり、 昨年の日本女子オープンでのこと、勝ちは第2日を19位で終えた後、途中でインサイドアウトが足りないことに気づきました。それを意識して、振るようにしたらドライバーがまっすぐに行きました、と明かした。自力で良い感覚を取り戻した勝ちは、高速グリーンにも順応して、第3日は3位に浮上。首位に3打差から出た最終日は、 全体のベストスコア68をマークし、鮮やかな逆転優勝を飾っている。異国の地でも、すでに力を発揮している。さっきの国内ツアー最終戦の日本女子プロゴルフ協会ツアーチャンピオンシップリコーカップ最終日を終え、翌日に飛べ、十分な準備期間がない中、8ラウンドの長丁場で順位を上げていった。さらに言えば、米国には、 日本とは違う芝室のコースが多く、西海岸地域では、グリーン上で不規則な転がりを生むポアナ芝も目にする。これには渋野も苦しめられてきたが、勝ちのマインドと能力なら、あらゆる困難も乗り越えていく。そんな期待を抱いてしまう、問題の英語力について、勝ちは全然できなくて、と公言しているが、そばには元小学校教員で、 娘の将来に向けて英会話を学んできたグミさんがいる。かつてとは違い、ベイツアーには日本人選手も多くなった。同期の畑岡、渋野もいる。語学はできたに越したことはないが、昨年12月のベイツアー最終予選会、キューティー、おごいで突破した勝みなみは、3月23日初日の第4戦、ドライブ、 温泉主権からのツアー参戦となる。理由は国内ツアーで3試合の出場を優先したためだ。ああ。きっと世界を驚かせる、の声。日本女子プロゴルフ協会を知らない。間違いや l a のとんでもない誤報。第1位参戦は出場資格がないからです。きっと世界を驚かせる、参戦前から。あまり提灯記事を書かない方が賢明ですが。 メディアは応援団の立場を選手を傷つけたりファンを煽ることがないよう、ひたすら勉強と適切な状況判断をお願いします。マニアックなファンに負けないよう頑張ってください。メディアが少々煽りすぎの感もありますが、デビュー戦は米本土のドライブオンチャイムピオンシップですね。楽しみです。ようやく黄金世代の隊長がアメリカに乗り込むのか。 頑張ってほしいね。畑岡の上を行くように頑張ってほしいですね。アメリカでの大ブレイク。期待しておりますよ。応援はしますが、そこまですごい方なら、昨年、日本でもっと勝ちまくってるだろうが、煽りすぎ。虎ネタ抜きの川山洋は止めて。実力はあると思うが、ロレックスランキングが低いのが気になる。 米女子ツアーが画然面白くなるだろうね。勝つ選手頑張ってください。U.S. ウィメイニスオープンチャイムピオンシップが開催される。ピブルビーチゴルフリンクスでお会いしましょう。期待しすぎ 3W。全英女子での快挙はプロ20試合目の出来事。渋のひな子が今週の米女子ツアー。 本ンダに本女子プロゴルフ協会タイランドで2023年のスタートを切る。実は、渋野にとって今週が、プロ入り後日米通算100試合の節目でもある。そこで、これまでの歩みを振り返ってみたい。渋野のプロ追い陣は、2018年6月のアース、モンダミンカップだった。前年のプロテストでは不合格で、 クオリファイングトーナメントからの単年登録という立場だった。この時点で、同い年の黄金世代で若津南畑岡奈紗、荒垣ひながツアー優勝を果たしており、小祝桜谷原エ梨香大里桃子は上位を経験、渋野は彼女らのように注目を集める存在ではなく、ひっそりと予選落ちしている。二度目の挑戦でプロテストに合格したのは、 この翌月、2019年から本格的にプロとしての歩みを始め、5月に国内メジャーのワールドレディスチャンピオンシップサロンパスカップで初優勝を果たす。プロ10試合目、20178日の大会最年少優勝記録を樹立した。7月、プロ17試合目の資生堂アネッサレディスで、初めてプレイオフを戦って2勝目を挙げる。その後、 また、離営して全英女子オープンに挑み、歴史的快挙を成し遂げるわけだ。プロ20試合目での出来事だった。